いて白組はモノマネシンガーのしのぶ。披露するのはフジテレビ月9ドラマナイトドクターのオリジナルナンバー、琴音の君は生きてますか。モノマネ紅白初登場、しのぶが挑戦、必見です。君は生きてますか。夜に飲まれてませんか。一人自問自答を繰り返し涙を重ねた戦いの先に何がある。対する赤組はモノマネディーバ鈴木真由。菅田将暉主演ドラマの主題歌あいみょんの愛を知るまでは、モノマネ紅白が誇る歌姫鈴木真由が完全再現。自分自身なのに自信がないよ。笑っちゃうな。もたついている、空気が抜けたままの体。ああ誰にもないものを持っていたいのにな。リアリー自分受け止める。愛を知るまでは死ねない私なのだ。導かれた運命たどって今日も明日も生きていこう。しのぶさんでございますけど、琴音さんもやってますけど、いろんなレパートリーあるんですか。ミーシャさんとか鬼塚千尋さんとか、聞きたい、ミレイさんとか、いやだからやっぱエミさんとか、やっぱ高音出るしね。高音です。熱唱系ができますから、モノマネの幅も広そうですね。またね、次だって年末とか、はい、モノマネ王座ですから。いやいや、とんでもない人現れましたよ。絶対行きたいです。ちょっと圧がさあ、ゆうとくんいかがでしたか。もうお二方とも、うん、本当にすごすぎて、はい、なんか普通に月9見てんのかなって気持ちもありましたし思うよね、これから始まんのかな思うよね。いや思いましたし、やっぱあいみょんさんのモノマネは、はい、サビのなんかこのだってこの切り上げる感じっていうか、そうですそうです、これがもうね、うわっ、もうこれ見てる人にしか分かんないモノマネだと思って、感動しちゃいました。うん、続いて白組はモノマネ職人松村邦洋がアシベと組んでコラボ参戦。今夜ワイドなショーで応募の有名人が続々やってくる。さあ、ワイドなショーでございます。松本さん、今日もよろしくお願いいたします。あ、おはようございます。あ、よろしくお願いしますお願いいたします。いやいや、ちょっといいですか。はい、あのこれいつもと飲み物がちゃうねんけど、これは一体何ですか。え、プロテインでございます。マッチョな松本さんのリクエストでございますと。いやいやいや、そんなん言うてへんわ、東野、はい、お前悪いな今日
特集でございますが、こちらでございます。どうぞ。はい、今回はですね、街の人に伺いました。あなたの好きな大物俳優、大物タレントはどなたですかということでインタビューしましたら、ご覧の方々が選ばれましたでございます。うわー、そうでございます。すごいメンバーやなー。はい、草なぎ剛君の名前も書いてあるけど、草なぎ君ってどんな感じなん？私は将軍になどなりとうない。だが今のままで満足、一本満足。今のは一旦ちょっと中井君に聞いてみよう。中井雅宏はいいのらしい。完全役やるわ。いやいや、うるさいうるさい。東野ちょっと何とかしてんのよ。おはようございます。すいません、松本さんも船越英一郎さんとお付き合いがあるのでございますか？ね、はいはい、松本さん、お願いです。通り自首してください。あのすいません、トンネルズさんともなんか交流があると伺いましたが、もう松本君もそろそろパーマかけちゃおうよ。うるせえなパーカ、お前 YouTube が忙しいんだよパーカ。お前あのマッコイ持ってこいよマッコイ。ちょっと待って、どっちも高木やっちゃうとガチャガチャしちゃうから、おお、一旦静かにしよう。どうなんだよパーカ、お前なんでまた俺に振るんだよ。何言ってんの。その辺はたけしさんはどうなんですか？ダウンタウンもトンネルズもあれどうなんだ、2人は仲いいのか？いやいやいや、もうネットが荒れるから本当にもう。やむ慣れないモノマネで喉カラカラや。もうすいません、プロテインを松本さんにおかわりお願いいたします。ありがとうございます。手いらんわ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。対する赤組は映画マスカレードナイトの舞台で犯人探し、ホテルで開催された仮装パーティーの中に犯人が、一体誰？ある日警察に届いた匿名の密告状。このホテルの中に仮面をかぶった連続殺人犯がいる。早急に犯人を特定せよ。この客の中に犯人がいる。客ではなくお客様です。しかも全員が仮装しているって、この中から犯人を探すなんて不可能よ。ってことは一人ずつ客の仮面を取れば犯人わかんじゃねえの？だから客ではなくお客様です。お客様、お客様、仮面を取って素顔を見せていただいてもよろしいですか？バカだ、ブスこそ東大に行け。誰かブスよ。落ち着け、気にするな。なんか怪しくない？あ、怪しい怪しい。止めんかい。どなたさんですか？さんまさん。いや、めかちゃん。お客様、仮面を取って素顔を見せてもらってもよろしいですか？中井。え、木村じゃん、何やってんの？ホテルなんだよ、中井は。見たらわかんで、顔と声を分けて遊んでんだよ。あ、どういうこと？いやだから、俺が顔だけだべ。
こっちが声だけだべ。当てれこして遊んでんだよ。やべえじゃん。さようなり。確かに顔だけは似てたな。感心してる場合じゃないですよ。お客様、お客様、仮面を取って素顔を見せていただいてもよろしいですか。北王子さん。君に松竹芸能へ出向を命ず。私は女優よ、行くわけないでしょ。おっと、さらばだ。お客様、お客様、お客様、仮面を取って素顔を見せていただいてもよろしいですか。木村拓哉です。さあ、まずは白組でございますけど、松村さんと芦部君がワイドナショーを中心にって、はい、松本さんはどこに行かれたんですか。松本さんはちょっと人数制限が、人数制限ですね。ものすごく悔しがってました。だって他にモノマネできるから、ね、だって極端に言ったらもう君いらんやないか。ぶっちゃけ必要だよね。すいません。ちなみに、はい、最近僕、木村拓哉さんと共演させていただいて。嘘やね、はい、なんでや。ちょっと木村さんの番組で、木村さんの前で、はい、本人の前でモノマネを披露させていただいたんですけど、初めて全力で。どうやった。なんかもうちょっと頑張ってねっていう、ね、信じられない答えが返ってきまして。いやいや、信じられへんことないよ。みんな思うよ。さあ、ゆうたくん、はい、いかがでしたか。いや、ちょっと発言が怖いんですけど、まさかの、ここでこの2人が再会するんだと思って。そうですね。これねみたいな。あ、ここでこのたっぷり耳焼きつけといてよ。耳焼きつけて、この偽物やけど。これが伝説のあの二人ですよね。そう、伝説の二人よ。久しぶりじゃないですか。一応当てぶりでお願いします。木村元気だった。全然元気。